さあ、始まりました。リトルバスターズ R。いつものように早速戦いから行きたいと思うんですけれど、僕提案があります。何でしょう？もう僕ジャッジで良くないですか？ダメですよ。え、どうして？いや、なんかすごいジャッジ率高いから、ジャッジ固定しちゃってもいいんじゃないですか？いやもうそれ緑川さんの答え聞きたい人がみんながっかりするじゃないですか。僕ら頑張りますよ。 だったら逆に、うん、もう緑川さんのジャッジは殿堂入りってことで、もううちらがどっちかジャッジを引くで、もう緑川さんはバトルにしましょうよ。あー、なるほどね。平均化を決めて求められてる気がするんだよね。そういう風になんか上からジャッジを、ジャッジを引いちゃうってことはもうジャッジやってほしい。え、緑川さん何、どこから？宇宙からとか、うん、ダメです。いや、引きましょう。普通に引きますか？うん、もしかしたらみんなからすごいお便り来ちゃうかもしれないですけど。そうですよ、緑川さんのジャッジはもう廃止してくださいって言われるかもしれないですよ。引きましょう、引きましょう。なんか新しい今回見えてる。ちょっと見えてますよ。見えてますよ今完全に見えてますよ。そうですよ、今絶対新しくスタジオがテーブル変わったので広くて見えちゃうんですよ。しかも新しいなんか札になった。本当だ、これにする。はーい、せーの、イエーイ。あーこっちー、あーた、あーたバカだ。バカちゃんが引き直したのにジャッジを逃した。そう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 、今のね、なね、やっぱこれすごいよね、俺の運ね、もう何も言えないよね。言えない。今緑川さんが手を出したからそれを奪ったですよ。そうそうそう、結局俺最後残ったやつだもんね。そう、ほら、いやでも毎回そうなんですよね。最後に残ったのを引いてるのにジャッジなんですよね。ほら、これが天下。すごい、今運命の分かれ道を見たよね。今ね、見ましたね。なんかうちらだけで分かる、なんか印つけとこない。バレるよ。しかしやっぱこういうもんなんだね。あ、ね、今あ驚きました。もう完全に神様の手の上でコロ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 、はい、ベルブランっつって、はい、ペンネームシャンパンさんから、忘れられない同級生のあだ名。あだ名、あだ名、あだ名ね、はい、分かる。きます。私ペンネームはハーダさんからいただきました。緑川さん、タミヤさん、若林さん、大体まーす、はい、先日遠足に向かうであろう JS の集団に遭遇しまして、うん、女子小学生そうなの？JK が女子高生だから。どうなの？ああ、遠足懐かしいなと思っていたら思いつきました。永遠の謎、バナナはおやつに入りますか？でお願いします。あー、深いね、意外に。うん、うん、じゃあじゃんけんいきましょうか。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。負けたー、どっち？高校で。はーい、じゃあ先行。忘れられない同級生のあだ名、いいですか？はい。3秒ぐらい時間あげましょうか。3秒。その微妙な、少ない。何そのジャッジ権限で3秒とか。まとめられない。いいですか？待たれても。はい、はい、じゃあいきますよ、はい。バトルスタート。忘れられない同級生のあだ名。小学校5年生の時にクラスの中がみんなすごい仲良くて、特にいじめられてたというわけではないんですけど、クラスで一人すごい体の大きな男の子がいて、でその子がすごく体が大きい割に当時からすでに乙女成分の強い男子だったんですよ。その折り紙がうまいとか、あと持ってる文具がファンシーだとか、女の子とちょっと気が合うみたいな感じので、多分みんなは彼って女の子っぽいよねっていう意味を込めて、あの可愛いあだ名をつけたかったんだろうけど、最終的に小学生だから語尾が少ないので、あのあだ名変態になってました。でもみんなすごい愛情を込めて、おはよう変態みたいな、今日何しよるみたいな、変態今日も可愛いねみたいな感じの話をしてて、本人もニコニコしてたからそんなに傷ついてなかったと思うけど、どうだろう、これはどうだろうな、うん、あの彼変態ってあだ名でした。それが忘れられないかな。そうだね、かわいそう、うん、あと同級生じゃなかったら、うん、自分が中学校1年生の時のあだ名がおじちゃんだった。自分おじちゃんおじちゃんって言われてた。それはなんで？その時に、あ、おいちゃんやったろかみたいな、あ、おいちゃんに任しときみたいな感じの受け答えするのがクラスの中で一瞬流行ってて、私がうまかったんです、そのおっちゃんのモノマネが。だからおいちゃんおいちゃんって言われてました。本家おじちゃんみたいな。そうそう、ね、道であってもおいちゃんって言われてました。あ、わかりました。はい、了解です。えい、大丈夫ですか？はい。険しい顔してる。いや、ちょっといろいろ深く考えると、いや、でも難しいですよ、深いよそれは。そうです、深いんですよこれ、うん、いいですか？はい、バトルスタート。永遠の謎、バナナおやつに入りますかということなんですけど、うんうん、まず
このバナナはおやつに入りますかという質問の前提に、おやつは300円までという単語が入るはずなんですよ。あ、そうだね、子供だったら、子供だったら、うん、この300円の中、当時バナナはですね、多分家とかによくあったんですよ、うんうん、はい、決してそのまあ高級だった時代もありましたけれど、うん、その時代を経た上でバナナは家にあると、うん、家に大体常備されている果物、うん、ただで手に入るデザート、うん、つまりおやつだと、うん、300円の中身を消費しないで、うん、バナナを入れることによりおやつが水増しになる、うん、多分この経緯のためにバナナはおやつに入りますかという質問が出たんではなかろうかと私は考えるわけですな、うん、はい、ただだ、うん、そう、バナナはおやつに入りますか。このバナナがもし1本100円のバナナだったとしよう、うん、300円のうち100円もバナナに使ったら駄菓子があと200円しか買えないじゃないか、うん、どう考えても100円でチロルチョコを買うなり、うん、さくらんぼのあのちっちゃいつぶつぶのやつで1本1本ちょっとずつこうやって刺していくやつを買うなりした方がお得だと、うん、おやつ的にはね、うん、って考えた上で、うん、こうバナナはおやつに入りますかという質問をするこの家庭環境により許可したりしなかったりするべきだと思いますね。え、それは家にバナナがあるかないか？ちょいと経済的に厳しいかなっていう人の場合は入りますと。かわいそうじゃない？持って行っていいですよって。なんか個別にね。そうそう、個別に。家からタダでバナナが持ってこれるんだったらおやつにしてよろしいと。なんかむしろ目立ってかわいそうじゃない？いや、だから聞かなきゃいいんだよ。わざわざ先生の前でバナナをおやつに入ります。面談すればいいんじゃない？あの、そうそう、持っていけるものをリストアップしてもらって。そうそうそう。これとこれはいいですよ。いいですね。そう、面談形式にしましょう。バナナ、その、バナナおやつに入りますか問題よりは、うん、まずおやつは何ですかみたいな、うちではおやつはこう定義してイナゴですけどありですかみたいな、そうね、そういう家によってそう持っていける可能性のものをこうリストアップしていくと。そう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 。で、お前300円って言っときながらやけにバナナやらイナゴやら豆腐とかおどうしたんだおやつってなるじゃん。そしたら、いや、うちはちょっと300円で買えるものがなかったんでみたいな感じにしておやつをどんどん水増ししてよしと、一応まあ300円ぐらいっていう定義で家にあるものを持ってきても持っていいと OK だっていう、やっぱそのぐらい、やっぱなんだろうな、対個人のあれをやってほしいよね。いや、本当はやるべきだと。それもコミュニケーションにつながるからね。そうだと思いますよ。そうだね。そう、あとバナナおやつに入りますかって、本当に個人的な私の意見からすると、うん、バナナはおやつではありませんと私は思うわけですね。うん。あ、食事ですと。主食？メイン。だってかなりお腹いっぱいになりませんか、バナナだけで。その捉え方もやっぱ違うしね。そうなんですよ。だから私個人としてはバナナはおやつじゃありません、ご飯ですっていう感じなんですよね、うん、だからバナナをこうおやつだイエーイって言って食べるのはなしですと。あ、お弁当と一緒にご飯だイエーイって出すのは OK です。あ、そう、ちょっともう最近そんなこと言っても通じなくない？バナナはってなんでバナナそこに出てくるみたいな感じじゃない？昔はまあ分かったけど、ね、今そんな時代じゃない気がするんだよ。ちょっと様式美にはなってますよね。バナナおやつに入りますかって聞くこと自体が面白いみたいな。でも本当はもっと切実な問題がここには含まれていて、うん、つまりバナナがおやつ問題は個人面談をすべきだと。はい。なるほどね。そうです。それぐらい深いですと。はい、うん、おー、どうですか、すごいですね今回ね。ちょっと理論武装して、これ普通に考えたら、はい、ギャザさんでしょなんですけど、来たでしょ、もう僕もジャッジが多いんで、なんちょっとなんか新しいジャッジをしてみようかな。いや、いらないでしょ。え、ちょっと待って。なんかね、ややこうジャッジに飽きつつある。いや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 、じゃあもうジャッジやらなくていいですよ。いや、違う違う、いろいろこれなんだ、こういうジャッジもありなのかなっていうね。いや、わかんないでしょ。いや、普通に考えたら、じゃあ一つの定義として、はい、これが倒れた、いや、これこのペンが、ペンが、え、ちょっとそういうのやめましょうよ。いや、アトラクションの一つですよ。いや、だってせっかく私が今すごい理論的に緑川さんが、いや、だからそれはもうだから僕言ったじゃないですか。うん、でもう、でもそれで、あ、そうなんだってリスナーに分かっちゃうのもまあつまんないのかな。いや、絶対っていうかそんな緑川さんの采配一つじゃん。そうなんです。パッてこう上げて、もう僕目つぶりますから。はい、やってみましょうか一回ね。
で、これテストです。テスト、はい、どんなことないか、はい、せーの、ふっ、あ、私も来た、私テストだと思います。いやいや、今の本番でいいんじゃない？今の本番でいいんじゃない？どうなるかなと思って。いや、でもそういうテーブルなのかもよ。そう、わかんないです、これ今でもなんかね、そういうのやりたくなるような新しいテーブルに。そう、広くなったんですよ。ちょっとこれ後で写真とかで見る。じゃあいきますよ。はい、はい、いきますよ。ジャッジよろしくお願いします。自分で、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 緑川さん、そういうわけ負けですよ、緑川さんが。あ、じゃあいいよ、まあ、それも面白いかな。すげえ、ジャッジ王はジャッジになっても負ける。俺目つぶってたか分かんない。俺だった。めっちゃ緑川さんとこ行きました。そんなバカな、え、トークバトル関係なくなってきた、これもう、ね、すげえ。ちょっといい話聞いたけど、罰ゲームは背負ってくれるジャッジ。ジャッジ、ジャッジ棒最高だ。さあ、いいな、ナイスジャッジ棒。緑川さんなりました。自分の方でした。しょうがないな。思いっきり自分のとこ行ってました。マジ？いやもう予想外だな。すいませんね、罰ゲームばっかり。やった。ってじゃあ緑川さんに称号です、はい。お願いします。何ですか、何ですか。聞いてください。すごい、これ緑川さん、ジャッジ飽きてきたとか言ったら本当にジャッジ外しますよ。いやいや、そんなことない。じゃあね、私と休みでジャッジとトーク引けばいいじゃん。はい、ペンネーム浪人生のタグーさんからいただいたもので、一般人はそう思うだろうが私は違うっていう感じよね。それ称号ですか？うん、おー、まあ、トークのお題じゃなく、うん、称号に届いてるからね。時々そう口を挟んでくる感じですか？まあそうだろうね。だ、自分はちょっと違う考え方、まあ要するにこれみたいなもんだよね。ジャッジ、ごめんごめん、ちょっと普通のジャッジ、ジはそうなんだけど、ごめん、これでやっていいかなみたいな、うん、あってことでしょ。私は違う。ああ、違いますね。一味も二味も運の要素に偏っている。今回めんどくさそう。リトルバスターズ愛。夏目恭介役緑川ひかるです。夏目凛役タミヤストモイです。直美くどりょうか役の若林直美です。リトルバスターズ R はテレビアニメリトルバスターズのラジオ番組です。はい、アニメ半年間、ね、無事に終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今から見るよっていう地域の方も一部いらっしゃるとは思いますが、うん、はい、公式のウェブページでももう発表になっております、いろんなことが、はい、そうなんですよ。ごめんなさい、まだ知らない人、もう終わりました。はい、実は終わっています。まあこれから最終回放送の人もあるかもしれないですけど、うん、実はもう終わりましたと。終わりました。そうなんです。はい、そして公式ページの方では、うん、あれが発表になっておりますよ。そしてってことだよね。そう、そして、まあオンエアをずっと見ていけば、その流れでちょっと出ましたね、予告的なものが。そうなんですよ。からのみたいな。で、今時点では私たちもそれ以上のことは何も知らない。公式ページで出てる以上のことは何も知らないので、カンナ君の会にも言ったんだけど、アフレコは一旦終わっているので、はい、全然その後のものは収録していないので、これからなんですけれども、はい、まあめでたいですね。そうですね、続くということで。そうなんですよ。そう、嬉しい、うん、もうなんていうの、終わりました、あー寂しいって思いながらも、うん、その続きが、未来があるっていうので、そう、本当に楽しみだよね。またね、これから先をやってこそのみたいなところもやっぱりあるから、いろいろと解決してないこととか、そうね、うん、あとあのヒロインのルートはどうなったのとか、いろいろあると思うので。そうだね、うんうん、そうそう、やっぱたまにこうパッパって入る、あの気になるところがある。ね、ゲームとかやってない人は本当にえっていう、これはなんだ、こんなシーンなかったぞって思ってる人いっぱいいると思うんですけど。そうなんですよね。え、京介これ何やってるのとか。そう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 、うん、別にあれ間違って入れちゃったカットじゃないですか。いやいや、意味がなんかつながんねえじゃん。全然これ解決してねえし、なんだった、雨の日にこんなことやってねえよとか。俺全部見たはずなんだけど。こう意図的なので、これからつながる、ね、はい、ぜひ注目して、しかも今回 の, そのカットインはかなり分かりやすく、うん、今まではフラッシュ的にシャ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 ってなってたのが、チャキチャキチャキぐらいで出てたからね。そうなんです、うんうん、この続きとなるリフレインの予告編のようなものが今、公式サイトの方でもムービーが見ることできますので、はい、ぜひぜひね、見に行っていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、うん、なんと4月の11日昨日の木曜日の23時から、うん、MX ではリトルバスターズの1話からの再放送が始まっております。うん、ま
まあ、いろんなところで再放送やってるかと思うんですけれども、はい、放送地域の方いろいろ調べていただければなと思いますよ、うんうん、もう一回見直したいとか、うん、DVD を見ている人もいると思いますけど、そうだね、テレビで見たいって人もいるでしょうし、はい、はい、ぜひぜひご覧ください。ぜひお願いしますね。はい、そういえば、うん、放送はさっき全部収録終わってますって言いましたけど、はい、収録が終わっているといえば、はい、私たち以降公約を果たしてきましたよ。はいはい、全巻購入特典の収録で、はい、僕たちニコ生で言ったあれをやってまいりました。ね、ね、はい、まあそれがどの辺にどういう感じで誰が何なのかまだちょっと、まだ全部先の出来事なので詳しい話はまたその近々ね近々ね、もろもろ、はい、でもやってきましたのでお楽しみということです、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。リトルバスターズ R ミッションスタート。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。いやこれはもうどこのメールが来てるんですか？あのですね、はい、健吾かっこいいとか、あーやっぱりね、そういろんなお便り来てますよ。紹介していきましょうか。25話の感想ですね。最終回1回前ですね。はい、アレテモさんからいただきました。25回の放送見ました、うん、待ちに待った健吾のターン。健吾が一番好きなので長かったです。すごくかっこよくて大人な私にもいろいろなヒントをくれる素敵なお話でした。小敷さんを救った直後の笑顔にますます健吾が好きになりました。前髪を下ろした健吾がかっこよくてテレビ画面をしゃべったぐらいです。わかる、それしゃべりたくなるよ。かっこよかったね、サムズアップしてね。どうしたらしゃべってきてよ。いやしゃべりたくなるって言ったからなんかしゃべった方がなんかネタになるっぽくない？いや普通にほら見てくださいよ、本当に出てるし。いや別に意味はわかるっていうことで、なんそれネタとしてな、今度しゃべってやろ。今度緑川さんをてか俺しゃべっとけば美味しかったな。そうです、ね、俺はやってるのにって。そうちょっと残念だったな。いや次からやろ。いや俺もやる。今週のシャメ仕込んでこないでください。そういうの今週のシャメ。ペンネームエメラルドストリームさんからもいただきました。アニメ25話見ました、うん、ケンゴがようやく見せてくれたあのやんちゃな笑顔にキュンとしました。いいね。そして今までチラチラと見え隠れし分散していた謎が一気に京介にベクトルが向いた回でしたね。ゲームをフルコンプしている私としてはとても胸が締め付けられる思いでした。他にもペンネームマイさん呼び捨て希望マイからいただきました、はい、アニメ25話見ました。今回は友達2人とお泊り会をしていたので一緒にリアルタイムで見ました。友達のリナちゃんは、あ、女の子だ。友達のリナちゃんはどうやらケンゴが好きらしくものすごくテンションが上がっていました。前髪があるケンゴが出た瞬間3人一斉に倒れてノックアウト状態になりながら喋った。喋ってる。あ、喋ってない。残念なりながら、うん、なりながらかっこいい言っていました。喋らなかった。私も言ったよ。かっこいいってこれ言った。すごい笑顔で。さっきの喋ったっていうのはさ、髪切ったみたいな。髪切った。髪切った。喋った。喋ってない。なんだ、喋らないのか。ダメだよ、喋らないと。いいじゃん。喋ってくればいいじゃん。見るのに集中させてあげて。だって。ごめん、ちょっとそれるけどさ、はい、その自分のキャラクターだったり何だったりさ、こう喋ったりすることある？そういうのって。いや、なんだっけ、私なんかで喋ったんですよ。ああ思い出した。ほう。私は、うん、あの某アイドル育成ゲームに出演してるんですけども、うん、それですっげえいい点数叩き出したんですよ。あ、ゲームで、ゲーム中に、ゲームでね、そう、うん、1位になったんですね、私のユニットが。それをひたすら喋りましたね。ピピッ。でその後新曲点数を喋ったのね。点数っていうかその順位をランクを喋ったことと、うん、あと新曲がちょうどダウンロードされてたんで、そのダウンロードの最後の決めポーズが可愛くて、うん、超喋って友達に送りました。あ、友ちゃんは
私は自分のキャラクターはないんですけど、よくライブしてる最中の写真を撮り忘れるので、うん、後でビデオ見ながらビデオのちっちゃい画面をおしゃべりでパシパシって、うん、今日こんなライブでしたみたいな、すごい操作線入ってみ、横に入るよね。ちなみに俺撮ったよ。俺何をですか？何ですか？別の、いや、まだオンエアになってないもので、はい、こうチェックしていたら自分のキャラクターのアップで色がついてたから、あ、それこう微妙にこう、こう、いいポジションにして撮った。すげえ、うん、あ、でもそれは綺麗だったからってことですよね。っていうか、うん、ほらやっぱり嬉しいじゃん、その動いてるもので、あ、色ついてるカットあったみたいな、うんうん、ちょっとそれでテンションを高めた。わかります。なんか緑川さんが京介を待ち受けにしてた時のことを思い出しました。すごい昔に。すごいよ、好きだから自分のキャラクターはね。あ、ちなみにその最初にお便りくださったエメラルドストリームさんから、はい、あの、京介グッズは出ないのか気になります。お、来た、これ。京介受け希望の仲間がどれくらいいるのか気になります。気になることだらけです。いや、もうエメラルドストリームさんがイラストを描いて、はい、それでいいの、作ったらおすす分けしてくれれば全然問題ない。全然自分で作ってもいいよ、当真グッズ でだからちょっと、まあ、余計に作ってくれて、そうそうそう、送ってくれればお揃いになるじゃん。マジですか、超送られてきたらどうするんですか、マジで。しかも半脱ぎみたいなんで、でストーリーお願いしますとか言われたらどうしますか。半脱ぎは嫌だな。あ、ね、かわいい SD っぽいのがいい。あ、ちっちゃいキャラね、ミニキャラのね、半脱ぎで。でもミニキャラの抱き枕ってちょっとでかくて怖くないですか。いや、別に抱き枕にはこだわらない。こだわらないね、携帯ストラップとかね。そう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 、二等身ぐらいのなんか京介とかでいいですよね。だってほらコミケとかさ、ああいうのでこう売ってる人いるじゃん、グッズとか。いる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 。どうして京介の絵描くのにスケの方描いたの、顔に。京っていう字が考えつかなかった。丸描いてスケって描いて。え、なんですか。あ、でもそういうのもさ、上手にグッズ作ってる人、ね。ここでこうストラップがついててね。しゃべりたい。良くないですか。しゃべりたい。スケ。いいんじゃないですかね。あ、ごめんね。はい、あ、ごめんね。はい。そして本当に皆さんが25話健吾かっこよかった、最終話が気になりますってお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。だろ。そしてね、もう皆さん最終話も見てくださってるので、うん、泣きました、感動しました、この先が気になりますってお便りもいただいてますよ。あ、ありがとうございます。もう無事完走いたしましたからね。いや、でも私はあの健吾の、うん、1、2、ダバスターズ、3、4、リトルバスターズ、あそこの時で、ね、うん、1、2、リトルバスターズ、3、4、リトルバスターズっていう風にしてくださいって言われた後、うん、あの、ゆうせいさんがその後、5、6、リトルバスターズって言って、あの、カンナさんが、え、そこまで続くのって言ったのが印象的でした。本当は、1、2、3、4、1、2、3、4って繰り返すんだよね。あの、2人が発生した時に、1に戻った方と5にいた方がいた。そうそうそう。うん、まあ、もう聞けないとは思うんですけど、そういうのとか、すごい楽しかったです。だから、ゆうせいさん、めっちゃ弾けてね、うん、やってて、なんか線画みたいなコンテの時点でもなんか可愛かったんだけど、うん、最終話見たらさ、ちょっと指立てて右に左に振ってからそうそうそう、リトルバスターズって言ってた。 あとジャケットのテクスチャーがすごくなかったですか。あ、ちゃんと布っぽい、あ、そのそうそう、刺繍でね、そう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 、え、何これって、昨日一晩かけてとか、いや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 、無理だから。まあ、でもね、一般人はそう思うだろうけど、俺はちょっとそれ違うと思う。それはね、あれは実物です。え、そういうことです。見せてるんじゃなくて、あそこだけ実写なんです。え、あそこ実写なんですか。協力コスパ。いや、でもぽい空気でしたよね。まあ実物です。あ、まあ、実物っぽいなわけない。いや、一般人だから実物じゃないと。いや、あれは実物でした。あれ実物だったのか。あれ協力コスパでしたんですね。さすがだな。だってそれぐらい写真じゃねえ、写真だったんですね、あれはね。写真だったのか。つまりあれは実物。そのぐらいやれるさ、技術力があるとしても、なんでそこだけ。いや、でも超ふかふかだったんですよ。ふかふかだった。あの紐のなんか糸の一本一本も見えるような感じになってたんだよね。ちゃんとこうふかふかして、そう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 。いや、あれはじゃあ本物だったということで、はい、はい、よろしくお願いします。もう一回ご覧ください。もう一回見てください。そして、あ、桜のお話来たら言ってますね。ペンネーム星さん、第26回ってエンディングじゃなくて、あの前回の時ですね、第26回で桜の話題が出てたので少しだけ、はいはい、谷安さんがおっしゃられた緑の桜ですが、うちの地元の島根にもありました。名を御意香と言います。御意が御に衣に黄色
御意光と言います。開花がソメイヨシノよりも遅く4月下旬から5月上旬まで見られますので急げば間に合うかも。そして、同じくペンネーム音梨ひかるさんから、前回タミヤさんが言っておられた緑の桜は御意光という品種ではないでしょうか。みんな御意光知ってんだ。僕は島根県出身、この人も島根だ。今だ大阪の短大に行っているので今年は見てませんが、僕の地元では有名な桜です。咲く時期が若干遅いので4月下旬が見頃ではないですかね。京都などにもあるそうなので一度皆さんでお花見がてら行ってみるのもいいんではないでしょうか。ということで写真も送っていただいております。黄色っぽい緑、黄色っぽい、いやもうでも確かにこれは緑っぽいといえば緑っぽくも見えるんだろうね。綺麗綺麗。まあでも名前にも黄色が入ってるから、黄緑というよりはまあ黄色の桜っていうつもりで作られたものなんだろうね、きっとね。そうね、御意光ね。そう、素敵。すごい、うん。これで黄色は埋まったね。あと紫色とかいろいろ待ってますね。そうですね、うん。どっかにあればいいですよね。ね、桜別にそこまでバリエーション作らなくてよくないですか。怖いですよ。桜はやっぱり無理ですかね、怖いよ。でもこう募集かけることによって来るかもしれない。もしかしたら品種改良でいけるかもしれないじゃないですか、うん、おこうやってたくさん見るとすごい、あ緑緑ちゃんと緑ですね、そうやって見ると、うん、え黄緑とピンク以外あるのかな、白もあるけどどうなんでしょう、そうそうそう、こんなこんな見たことあるね。だってそもそも俺緑があるっていうことすら知らなかったしさ。そうですよね、黄色の桜とか日本も広いし、まあ普通に桜をフォトショーで加工すればまあ堪能できるけどね。いやどんな雰囲気なのか、でもあの青いバラってないって言われてたけど、うん、あの頑張って作ったりとかしてるじゃないですか。確かに、確かに。だからもしかしたらあるかも、求められてる、ね、一般人は求めないかもしれないけど、まあ一般人じゃないので私は求めるんですけど。お、来た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 、求めます、求めます。やばい、むしろなんか色違い途中からね途中から赤か青みたいなグラデで変わってるのとかもね。ごめんなさい、もう本当一般人じゃないんでそういうことしか考えられないんですよ、ね、じゃあ青い桜できたら極色桜、よくない、極色王って感じにしましょうよ、これ。命名、勝手に命名までつけちゃって。薄いピンクだからいいのに。いや、ピンクと薄い青とかいろんなのが混じり合って、ピンクと合う色ですよ。ピンクと黒ってなかなか面白いですよね。うん、合うけど怖い、本当に怖い。めっちゃ真っ暗になるじゃないですか。そんなビビッドでやめましょうよ。桜の花びらちょっと片飛ばせたら、虫と思ったら桜かみたいになるじゃないですか。黒い桜はさすがにちょっとかっこよすぎるじゃないですか。あ、かっこいい、いいです。中二桜、中二桜、中二桜、いいですね。そういう名前、中二王、中二 王、やだ、その暗黒種、あ、かっこいい、食種王みたいな名前やめてあげて。中二王って、暗黒種、暗黒種のが一つ、暗黒桜、黒桜とは俺のことだみたいな。ね、そういかっこいい、あのうっかり開発しちゃった方お便りください。はい、今年じゃダメだよ。そう、ね、お便り引き続きお待ちしております。リトルバスターズアール、チーム名はリトルバスターズだ。リトルバスターズのメンバーが野球以外をやるならどんなことがあるのか、さまざまな提案をしてもらうコーナーです。ういなんかもうすごいバリエーションがありすぎて何でもありありになってきたということなんですけれども、うんうんうん、最終回で野球やってましたね。やっとね、やっとやりましたね。これが野球アニメだったって感じだったね、最後ね。でももったいぶったね、もう最後の最後だったね、もうテロップ流れ。そう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 。でもなんか工藤は結構あのいい活躍をしていた。結構類出てたよね。出てた。しかもこう虹色になって一生懸命走ってましたからね。そう。目の中いっぱい映ってた。そう。真っ赤になられてた。そう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 。バスケ部の主将かなあれ。あ、そうだね。ユニフォームからすると。うん、ファーストを守ってた人にこういい感じで。もう姉子のねえ。大さばきがもう半端なかったね。シュッシュッって言ってたね。かっこよかった。いい野球でした。あのスコアブックが後くれで埋まってましたっていう情報を、うん、興奮気味に長田さんが喋っていたんですけど、うん、気づきました？見てた見てた、何度も何度も見たよ。前くれの時は白かったけど、うんうん、後くれで埋まってたんだね、うん、丁寧に作られているね。読めた？解読できた？できてない。なんかよく読めばきっと誰が何をしてっていうところまできっちり書いてあるってことだもんね。あ、そうかもしれないね。スコアブックだからね。リキがみたいな。そう、リキがいつかの付録につかないの？得点かな。
ここで言っとけばいいじゃないですか。ピンボケしてたんでよくわからなかったらしいんですけど、これはきっと正しいものがもしかしたらブックレットの中に設定資料として書かれる可能性はあるんじゃない？画面いっぱい出たやつですよね。あのポワーって、そうそうそう、最後にこれ言っとけば、うん、きっとできるんじゃない？できるかな。あれ本当に書かれてるのかな。でもなんか最初見た時にスコアブックだって分からなくて、あれ交番表出てるってなんとなく思って見てて、違う違う交番表じゃないわみたいな。それはさすがにダメだろう。そうそうそう、何時入りとそうそうそう書かれてるのかなと思って、これ何と思って見てて、楽しみ、うん、もしかしたら再放送で切られちゃう部分かもしれないですけど、ぜひご覧ください。はい、じゃあ紹介しました。じゃあ早速お願いします。はい、します。はい、ペンネームチコリさんからいただきました。お化け屋敷を作ろう、チーム名はリトルバスターズだ。はい、リトバスメンバーでお化け屋敷をやってみたら面白いんではなかろうかと思い考えてみました。リン、やはり猫娘でしょう。ああ、だろうな。でも積極的に脅かしに行けそうもない性格のためおとなしめ。しかし、うん、オプションでついてきたレノン、ドルジなどが化け猫として大活躍しそう。ああ、しそうしそう。はい、ケンゴ、落ち武者。まあね。なぜか竹刀を持ってる。ああ、安全そうな落ち武者だな。うん。コマリ、ただの白いシーツをかぶっただけの簡単な妖怪衣装。ほわーと言いながら脅かすも全く怖くない、むしろ逆に癒されます。クド、はい、小さいので座敷わらし。あー怖いね、ある意味ね。あの頭の上を一個結ぶんじゃない、こうやってあピョッと ねかわいかわいい。でミオ、白い着物が似合いそうという個人的なイメージから雪女。あーそう、青い髪もまたそれが相まってるね。はるか、お化け屋敷葬式。最初葬式は京介かと思いましたが、本編で企画を立てていたので今回ははるかで、道具を使ったいたずらはやはりプロ級なのではないでしょうか。なるほどね。ゆい子、姉子は普段ははるかの補佐ですが、可愛い子が来たらものすごい身体能力スキルを駆使して首筋にこんにゃくを当て、驚いてる子をニヤニヤして見てる感じです。はいはい、京介、お化けのジャンルが違いますがドラキュラあたりが似合うんじゃないでしょうか。紳士っぽい、かっこいい、そして時に甘く演じてくれるのでは。ずいぶん好感度高くないですか、京介。今までお化け屋敷和風できたのに、うん、途端に洋風入ってない？まあでもほら、俺は昔ドラキュラってパブでドラキュラやったりとかしてたからね。ドラキュラっていうパブにちょっと、はい、バイトやってた時に、一定の時間になるとそうお客さんを脅かさなきゃいけない、ちょっと奥に入って、普通のこのボックス席の上になんかこうお化けみたいなのが天井に仕込んであって、はいはい、それを急に下ろしたりとか、楽しい。でなんかそのドラキュラみたいなマントつけて、はいはい、そう脅かしたりとか。そんな脅かされたいわ。楽しそうじゃん。そんないい声でね、そういうのをやってた、わっとか言われたいよね。いいな、まさにやってたんですよね。いやすごい。でも突然耳、はい、耳元でささやかれたりするんですよね。そんなことはしません。なんだ、じゃつまんないな。小さいだろ。でもカラオケとかやってたら、そこにもその上にも仕込んであって、その首みたいなやつがパッと落ちてきたり。いい気持ちで歌ってたらいきなり生首落ちてくるみたいな。みんな驚くよ。そりゃそうだよ。マイク持ったままだからすごいダウンロードでキャーワ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 ーってなるよね。なりそうだよね。でもみんなドヒャ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 知ってる人はこの時間には絶対行かないみたいな。一回、はい、一回その何ボックス席の天井からなんかこう出した時に、はい、ネズミが起こったって、もう店大パニック、リアルで。だからだってネズミがそこにいるとももちろんこっちも思ってないから、ネズミもびっくりだよね。なんでなんで天井にいたのに、なんでなんで、そうそう、もう大パニックで、すげえ、お客さんがうわー凝ってんなーみたいな。いやいや、もうすごかったよ。ちょ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 、捕まえんの、すげえ楽しみ。じゃあドラキュラでいい、ドラキュラでいいかな。はい、マサト、これまた洋風でフランケンシュタインが似合いそうです。あー、もうなんかガタいいです。うん、NG 言えないね。確かにフランケンシュタインかな。はい、最後リキ、リキはお客さんでどうでしょうか。なー、まあまあまあ、ツッコミ役っていうね。まずこう京介に、いやいやいや、それ洋風だからってツッコんでほしいしさ。いやでもそこまでツッコむんだったら、うん、なんかその怪物くんポジションにいてほしいよね。ああ、
逆に、ね、フランケンシュタインがいてドラキュラがいるならもう一人狼男を従えて真ん中にリキを置きたいよね。あー、そういう意味ね。だって狼男はリンちゃん、猫だけど狼、うん、犬だから駆動。いや絶対違うと思うな。私ね、駆動はね、ゆきんこがいいと思う。髪白いし。でも緑川さんの声で、うん、トマトジュース飲んだりとかするってことでしょ。ああ、ドラキュラだからね。そうそうそう、うん、ザマスザマスって言うってことですもんね、うん、そうザマスか。あ、ほらかっこいい。いい、私のイメージのドラキュラと違う。悪くないわ。チーズっていいザマス。ダメですよ。あ、耳元でささやかれたよね。そう、いやいや違うからって絶対言いそう。ザマスをつけながらそういう風に言うことないよね。ないですね。だって女の言葉です。女の人の言葉っぽいもんね、うん、ザマス。なんで山の手。いやいや、みんなここにいるメンズでさ、そのキャラになりきてなんかやろうよ。出た。じゃあ俺それでなんかやるから。え、じゃあザマスでしょ。ザマスで。狼男だ。ガンス。ほう。いや別にこだわんないけど、なんかこの今振られたやつでちょっとじゃあ。座敷わらし。そう、座敷わらし。座敷わらし。わらわらわら。なんでガンスか、足音だけするでガンス。わらわらわら。なんだか怖いでガンス。喉が渇いた。血吸っていいザマスか。あ、うん、あのね、ザマス合ってないです。あの、ミオカ、それはさ、うん、本当思うけど緑川さんのさじ加減一つだからね。いい声で、いや何でもいいっていうさ、ずるいって思うよね、こういうのね。ザマスでもいいですよ。絶対あそこのザマスだけ繰り返されてもみんないい声やって。あ、じゃあ今のザマスいいと思った人はメールください。絶対ドットメーカーから来ちゃったらどうするんだよ。うちのところでぜひザマスキャラでお願いします。ないよ、かっこよすぎなくていいかもしれないね。そう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 、あの裏腹でね。え、こんなにかっこいい声してるのにそれザマスで終わるんだみたいな。ギャップ萌えじゃねえですか。ギャップ萌えに入るんだ。いいと思います。いいと思います。いけます。今週はいつ、あ、いつ、もう時間がなくて、ちょっと喋りすぎた。ちょっとあまりに面白かったな。はい、楽しかった。チーム名はリトルバスターズだでした。リトルバスターズ R。奥深い名言が生まれた。これは名言っぽいという言葉を紹介していきます。ではお願いします。はい、ではいきますよ。ペンネームリルさんからいただきました。すみません、私はコープです。猫まっしぐらさんからいただきました。名前は、続きまして、てっちゃん。弟の学校連絡ノートより抜粋。連絡事項、今日の日記、合コンの感想。灰色猫さんからいただきました。彼はバラ族一の戦士です。コフィルさんからいただきました。お兄ちゃんの白いのかけてかけて。また奥深い名言が生まれちまったな。なんか最近わかんない。ちょっと高度ですよね。頭からいく、私は昆布ですって何、はい、これはですね、まあ、初投稿です。毎回楽しく聞いておりますというリルさんなんですけども、うん、弟が言った名言です、うん、家族でドライブ中に、うん、あいうえお作文をしようということになり、うん、お題が諏訪湖、ほうということで、当時10歳の弟が言った言葉です。すみませんは、私は、こ
昆布です。どれだけ卑屈なんでしょうねって書いてある。別に昆布じゃなくても子供でも近藤でもよかったのに ね、 ねなのにか昆布になっちゃったっていう。私は昆布でいいですと。はい、続きましてピーターパンなんですけれども、うん、僕には台湾出身の友達がいて、うん、自己紹介をした時にピーターですと言われました、うん、ちなみに名字の方を聞いたらパンですと答えてくれた時に発した言葉です。ちなみにこれは本名です。じゃあ本当に名字と名前合わせてピーターパンさんなんだっていう、まあそういう表記だったらね、本当はパンピーターだと思うけど、うん、パンピーターいや名字日本語的に言うとパンピーターです、うん、だけど、うん、まあ英語的に言うと、うん、ピーターパンですってなるってことだよね。そうだね、逆さまにしただけで一気に一般人感出たよね今ね。あ、パンピーターですって。あの本物は中頃はないんだよね。そうですそうです、ピーターパンなんだよね。もうそれピーターパンですからね。そうそうそう、よく見たらなんか点入ってる。名字がパンさんだったってこと。拡大してったらこうやって、あゴミかと思ったら中黒だわこれみたいな。ただ彼は50くらいの髪の薄い中年の方なのでイメージとはだいぶ違いましたと。永遠の子供ピーターパンには見えなかったというわけですね。ネバーランド行っちゃわないから、ね、でも話してみたら子供かもしれないよ。それはどうなの。わかんないじゃん、外見はそうだけど話してみたらそうなんですかって、ね、はピーターパンだ。いや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 、ない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 、逆に心配しようよ。で次、連絡事項、今日の日記、合コンの感想。弟は中学生ですが、うん、よく漢字間違え等で先生に注意されるので、うん、こっそり間違え探しをしてる時に書いてありました、うん、弟の学校では秋に合唱コンクールが開かれており、うん、合唱コンクール略して合コンらしいです。あ、本当にそういうのね。そう、書き間違いじゃなくて。そう、そう、合コン、じゃあしたことある、合コン突然来たね。いやいや、あの今までしたことないって言い続けてたけど、うん、合唱コンクールでもいいんだったらしたことあるよ。そういう意味か。もうすごいやっていいよ、年一でやってたわ。合唱コンはね、うん、あるよね。あるよね。いやでも合コンとは書かんだろう、だって学婚ってことでしょ。学婚ね、それはそれでっていうことだよね。校内合唱コンクール学婚ってことだよね。でも合コンだよね、この文字はどう見てもね。そうだね、うん、社会人の自分にはパッと見男女の交友かと思いましたと。そうだよね、感想っての面白いよね。はい、続いて、彼はバラ族一の戦士ですわ。昔 NHK か何かの特番で世界の部族というのを見ていた時のことです、うん、世界にはバラ族という戦士の部族がいて、うん、その時のナレーターの言った言葉に思わず反応してしまいましたですって。これ通じるのかな。バラ族って何、はい、なんか聞いたことあるけど。バラ族って今でこそその BL とか流行ってますけど、そんな綺麗な方じゃなくて、その男性同士のなんか雑誌があったんですよ、サブとかバラ族とか。へー、あ、男性が見る男性用の男性同士恋愛みたいな感じの雑誌があったんですよ。あ、女性がっていうこの BL 的なものじゃなくて、じゃなくて対男性、対男性用の雑誌っていうの。え、バラ族っていう雑誌があったの。バラ族っていう雑誌があったの。おー、バラ族。え、関係者。関係者じゃない。関係者だったら私すごすぎるでしょ。じゃあ愛読者。愛読者じゃないわ。あれ、ちょっと逃がしたんだけど。いや違う、でも一応あれですよね、子供読んじゃダメなやつですよね、あれ。18禁だと思う。今はない情け。わかんない。なんかサブっていうのはなんかちょっと聞いたことあるよね。聞きますよね。バラ族っていうのもそうなんだ。そう、バラ族、サブ、アドン、シャンソン、ね、関係者で、子供用のが定期購読。いや違う違う、なんだアドン。アドン、アドンとサムソンは、サムソンおかしいだろ、どうで詳しすぎる。なんかそれはそれ的なサムシングサムソンみたいな感じってこと。いやなんか何これ、特番組まなきゃいけない。あー来たね。なんかこう BL の蝶みたいな感じでぜひやってもらわない。なんか蝶兄貴ってゲームが出た時に、その左右に立ってる筋肉のマッチョのお兄さんがアドンとサムソンって言うんだけど、そっから調べたの。それはその雑誌名から取りましたよっていうのをなんかで読んだから、実際には見たことないし、アドンもサムソンもキャラクターとして知ってる。すごいな。あるんだな。どうしたんですか。ありましたか。バラ族、サムソン、バディ、Gメンの4紙が2012年時点で発行されている代表的な日本のゲイ雑誌であると。え、ま、じゃあまだ発行されてるってことだ。バラ族はあるんだ。そうです。で、日本のゲイ、老舗のアドンは、アドン。老舗なんだ。老舗なんだね。そうですよね。老舗のアドン、サブ。うん、
ザゲイかな、ザガイかな、うん、どっちだろう、どっちでもいいわGAY、 その辺が老舗なんだ、うん、そう老舗の人たちは、サブ聞いたことあるけど、うん、アドンってないね。ガイだったら GUY だからゲイだね、これはゲイの方かな、ゲイだね、うん、はい、ザ・ケンとして創刊してるらしいんですけど、うんうんうん、は廃刊になりましたと。え、もうないの？ないです。アドンは1974年、サブも74年、うん、はい、78年にザ・ゲイですね。マジで。え、今言ったのはないのに創刊されたんだ。1974年に創刊されているやつは今の時点ではどうも、あ、うん、そうか、廃刊になっていますって書いてあります。サムソンがデブ戦ちょっと待ってよ、ごめんごめんごめん、この番組掘り下げるなそれいいの、そういうの言っていいの。バラ族はもうそんなすごいタイトルだけど、若年層を中心とした総合誌だから、もう言うたらノンノみたいなもんだよもう誰でも手に取りやすいバラ族みたいですよ。あの、興味がある方は。でもということはこの灰色ネクサ猫さんはそれを知っていたっていうことは、当時ね、子供の頃見てたのにね。そう、昔 NHK かなんかの特番で、子供じゃないか、うん、そう、うわ、思わず反応してしまいましたってことは、うん、灰色猫さん的にはサムソンもいや、サムソンは分かんないまあでもバラ族はほら若年層向けだったから、見たことあったのかもしれない。あれ、灰色猫さんがバラ族疑惑ってことになるってことだよねこれ。うちにほら両親が読んでたのかもしれないじゃん両親がなんかうちにノンの女性自身バラ族みたいになってたかもしれないじゃん。なんかいいのいいんじゃない、まあありだわな、あり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 。なんか男が見て盛り上がる本の話を女性陣がしてるっていうのはまたシュールだね。いやちょっと盛り上がる、ちょっとヤスミンは盛り上がりすぎだと思うよ。いや中学校の時流行らなかった、だってクラスになんかこういう雑誌あるんだってってならなかった？ならない、大変だ。なったなったなったよ、なったね、広島なったよね。そのあれじゃない、うん、ゲームからのじゃない、ゲームにハマったからちょっと面白くって、うん、いろいろこう調べてるうちに、あ、そうなんだっていう。あ、でもそれでサムソンを手に取ったら多分すごい衝撃を受けたと思うんだけど、ね、サブはある意味結構いろんなところでネタになってたから知ってたけど、うんうん、バラ族はダメ、いや、バラ族なかったか、あったね、そんな頃もあったよね、ジュネとか、10年はだって BL じゃんか、もう最初から。そうだよ、でもそれはすごい有名だったから。サブとジュネは全然違うでしょあんた一緒にすんなよ、一緒にしたい、タンビとサブを一緒にしたでしょ。今置いてあるコーナー一緒じゃん、だってサブジュネだったよ。すげえ詳しいね。いや、ジュネはタンビ系だったっしょ。いや、でもジュネには手は出したの。いや、一応18禁だから見れないんですよ、うん、だからあそこあるねって言ってみんなで本屋さん行って、あそこ買えないけどこうパラッてやって、ちょっと下がってみてパラッ表紙が天野義孝だパラッとかやってましたよ、でわーって逃げたり。でサブの方はやんなかったの？サブやりました。サブの方はパラッてサブはもう見た目からしてワオって感じの表紙ってこと？いや、わかんない、なんか手に取ってないからさ。本当に、うん、ジュネは手に取ってたよ。そうね、ジュネ懐かしいな、うん、あったな、うん、ありましたね。すいません、汗かいちゃった。名前ぐらいよ。そう、ジュネ自体は私も知ってたし、うん、ジュネ系とか言ってたよね。そういえばね。言ってたよ。懐かしい。すごい、分数喋っちゃったよ。いや、やばいやばい。あともう一個、あ、お兄ちゃん白いのかけてかけて。これはですね、めいっ子にかき氷を作ってあげた時に、シロップにカルピスの原液を勧めた。ところ大好評、それ以来何回どうした、それ以来かき氷を作ってあげるたびに白いのかけてとねだってくるようになりましたっていう意味ですね。ああ、なるほどね。確かにかき氷にカルピスをかけると美味しいです。え、そうなん。はい、乳酸菌カルピス。え、何が一番好きですか？あ、かき氷の中で、うん、あ、でも本当に水が好きです。ん、あの砂糖水、砂糖水、白いやつってこと？となんか透明な砂糖水をかけるっていうのがあって。え、それは自宅で？別にシロップが買えなかったわけじゃなくて。外で？え、で自宅で？あの外で。でも、え、外でそういうのあるって？ありますあります。シロップで、あの赤いシロップ青いシロップの他に水って名前で砂糖水があるんです。知らない。あの氷が美味しいとこだと水で食べた方が美味しい。そうなんだ、いろいろ知ってるね。知ってますね、すごい雑学チャンピオンだねで流行ってたんだよ田舎の方では。え、そ
対超兄貴に出てきた。超兄貴出てこない。超兄貴にアドサムソン水おかしいでしょ。真ん中かき氷置いてある超兄貴おかしいでしょ。俺は水で行くぜ。敵としても弱いし、ちょっと氷だし、あえて水で行くって。なるほどね。じゃあそれね。じゃあ 何が水私なんだろうな。練乳。あ、俺も。え、もうシロップなしで練乳いきなり？あ、シロップなしなのかよくわかんないけど、い、うん、甘い。とにかく練乳はかけた記憶がありますよね。もういや、だいたい外で美味しいとこで食べるときも練乳。ああ。でも私最近の流行りマンゴーでした。あ、マンゴー美味しいね。そのマンゴー凍らしたやつがついてくるんですけど、うん、その凍らしマンゴーがまたさ微妙に美味しかったんですよ。うん、うん、うんうんうん。キンってなるけど。美味しいね。柔らかい。台湾で食べたやつ美味しかったなんか。へえ、マンゴーすごいやつが。でも子供の頃練乳なんてセレブの食い物だったけどな。普通にイチゴにかけてたじゃん。牛のマークのやつ。イチゴ、イチゴそれね、赤いやつね。これで牛がここにいるやつ。練乳がある家とかもうすごい。こんなこんなあったありましたよね。牛がもう。うち練乳あるんだって言ったらもうだいぶヒーローだったけどね。かけたな。すごいなかったな。そういう方。チューブです、チューブです。いや俺はなんか缶の方を浮かんでた。え、缶もあるんですか。缶知らないです。あのちょっと穴開けてカーって。そうそうそう、おー缶だな、どっちかっていうと。ほら、うん、外ではそんなの見ないじゃん。家でやってた頃はやっぱそうだね。缶切りでちょっと開けて、うん、カチッカチッって開けてるやつですね。垂れて持つたびにベトベトベトしてる。こんなだっけかな形。こんな結果なと。いや、チューブはね、うんうん、だからあれ、あ、缶だったんだ。緑川さんは、うん、そう、練乳いろいろありますね。練乳かけてなかったな。そうだ、白いのかけてなかったね、うん、どっちかでもお兄ちゃん練乳かけてって言った方がね。いや、何を言っているんだ。はーい、はーい。というわけで今回はこんな感じでしたよ。いいっす。はい、以上、奥深い名言が生まれたでした。ありましたね、缶の練乳ね。そうね、なんかちょっと寂しかったよ。だってうちになかったもん。まず練乳自体がセレブの食い物だったからうちにはなかった。そうね。そうなのよ。みんなもうちはこれかけてましたっていうのがもしかしたら地方によってあるかもしれないですね。あ、そうだね。カスタムしたなんか私だけのとかありそうだね。そう、あるかもしれない。うちにはありました。カスタムウイングペガサスみたいなありましたみたいなのが。青いやつが。あーはー。いや、今日はなんか結構自然な感じでやりましたね。はい、そうですね。いや、この私のこれがなんか普通に話に混ざってましたね。そんなに忘れてたんじゃなく？いや、ちょこっとやればいい。だって俺ジャッジだったし。そう。いや、自分で言ったんじゃないですか。これが倒れた時に。まあそうだけど、狙ってなかったけど面白い展開だったね。確かにね。そうですね。まさか自分。俺をまさか俺が引くとは夢にも思わなかったから。目開けて倒れた先が分かんなかったんです、ね。ただ構成を期すためになるべくそうね、邪念を捨ててパッてやったら俺かい。自分のとこ行っちゃって。しかもね、ちゃんと自分で受けるっていう公平なペンジャッジですからね。びっくりした。え、もう緑川さんジャッジやめましょうよ。次こそ絶対ジャッジ。まあ、いろいろやり方を考えてみよう。やばい。僕らもう少しジャッジ引いた方がいい。うちらジャッジ引こうよ。そうだね。緑川さんが飽きてもう手ジャッジやめちゃうぐらいです。まずは長田さんを抱き込むところから行こう。そう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 。うちらには見せてもらわないと。あなたでしょ今回。どう考えても運命の分かれ道は。だって緑川さんが引くとしたからこれだだと思ったんじゃんかよ。神様にしめしめって思われてた。家からね来たんだな。あれあのまま取っときゃよかったのに。嬉しかったね。そう、悔しい。ちくしょう。そしてリトルバスターズ R のラジオ CD ボリューム2がいよいよ発売します。やっほー。はい、第10回から第18回までの配信分に加えて CD 取り下ろしとして上北こまり役の柳瀬夏美さんをゲストに迎えた特別版も収録しております。これを聞けば幸せスパイラル。そして、ね、そしてそしてということは、うん、あのミッションがどうなっているかの結果が出るわけでさ、あのミッションがどうなっているかの結果、それは、うん、ボリューム3になるってこと。そうなるのだね。そうなるのかな。このボリューム2には入らないんですか。ラジオなのに髪型急変化お疲れ様でした、うん、ほら、あー、ありがとうございます。でもラジオボリューム3に載せようね。そうかそうか、2じゃないのね。あー、はい、頑張りました。このミッションすごい楽しみにしてた人いると思う。今回でおしまい。今回で
おしまいのはずです。なすごいのが今日で本当にネタが尽きて、うん、今日あのギリギリで髪型の名前思いついたけど、うん、あのもうね今日の髪型の名前ネタ切れにしようと思ってたの。あそしたら今日で終わりですよって言ったから、やったね神様ってなりました。ありがとうございました。本当急変化お疲れ様でした。あの意外に髪型ってそんなない、うん、あとはもう剃るしかないそれぐらいのとこまで行ってました。行っちゃった、うん、そっかよかったよかった。だって最初から飛ばしてたもんね結構ね。そうなの、いろいろそうなの。髪型ってそんなにないよね。あとまあ髪の長さも関係あるでしょ。そうなんです。ともちゃんぐらいだとやれなくもない長さか、うん、いろいろ短いとできないもんね。そうなんですよ、はい、まあ、短かったら短かったで全部あの X みたいに上に立てたりとかしますけど長いので立てるのも若干できなかったちょっとね、うん、移動の時に困っちゃうよね。そうなんですよ。あのボリューム3ですねに全部乗りますのでよろしくお願いします。 そうですね、そして、このボリューム2の CD を温泉の通販、はい、オトマートでご購入いただいた方にオトマートなんと若林直美さんの複製サインやトマトイラストが入った差し替えジャケットをプレゼント。イエーイ。特典はなくなり次第終了となります。トマトイラストなの。トマトのイラストオトマート。あーオトマートオトマートなるほどね。差し替えジャケットいいね。そう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 、うん、そのジャケット&、うん、そのジャケット&応援イラストもある。ほう、あぜひぜひお手に取っていただけたらと思います。そしてもう一つ若ちゃんには新たなミッションがあります、はい、何ですか。はい、温泉ではすっかりおなじみライオン堂さんに、はい、若林直美さんがやってくる。イエーイ。ラジオ CD ボリューム2発売を記念いたしまして若林直美さんをお招きしてのサイン会をライオン堂で開催いたします。やっちゃう。やりますよ。はい、参加方法をご紹介します。5月の29日の水曜日10時開店よりライオン堂高宮店にてラジオ CD リトルバスターズ R ボリューム2を含めリトルバスターズ関連商品、まあ、これ CD ブルーレイ DVD ゲームグッズいろいろあると思いますがを5000円以上お買い上げの方に先着でイベント参加券を差し上げます。はい、遠方からご来店いただく方のためには先着分とは別に当日券もご用意しておりますので、はい、当日サイン会のほかいろんなことを企画していますので当日来たいって方もぜひいらしてください。イベントの最新情報は温泉トピックスライオン堂最新情報ブログなどをチェックください。はい、よろしくお願いします。お願いします。でここに今あるのは応援イラストの方なんですけれども、うん、はい、わかちゃんがじゃんけん弱い話だね。ねえ、もういこのネタ、これもうかわいい。京介とリンがなんかすごい顔してウェーって。てかこれすごいねこのイラスト。かわいいですよね。いや、てかこの何ちゃんとうちらのあれを表現してくれてるんだけど、はい、クオリティが。高い、ね、高いですよね。そう、こんなにクオリティ高くするネタでもなんで。いやこれすごいよ。そう、いや逆に贅沢だね。こうウィンホワイって書いてあるっていうね。すごいすごいすごい嬉しいです。このクドちゃんね、可愛いです。めちゃなのでぜひぜひ皆さんあのオートマートで特典で買っていただいてですね、はい、これにサインが入るの。はい、こちらにサインを入れていただいたものがつきます。あ、はい、ぜひぜひ見に私が入れるんだけどな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと何か告知ございますか。あ、そう、ですね、こう一人者さんから出ている、うん、クドリャフカを、クドリャフカ主人公にした、うん、リトルバスターズの漫画がありまして、うんうん、スピンアウトみたいな、はい、それがついに最終巻を迎えたんですね、うん、はい、それの帯コメントを私書かせていただいておりまして、あの、はい、有名人しか書けないという帯コメントえ、そうなの。そうじゃない、だって帯コメントって素敵。そうか、マジで若林直美って書かれてるんだ。うん、いやだ、探す探す、書かれてたと思う。本当に、そう、探す探す。なのでそれが発売しておりますので、うん、タイトルは皆さん、リトルバスターズ能見クドリャフカですね。もう、はい、本当クドを中心にしたスピンアウトですね、うん。はい、そうなんです。あの米田さんが書いてるんですけど、うん、めちゃめちゃ可愛いクドになってますんで。最終巻第何巻なの？4巻ですね。4巻だ。はい。はい、がついこのま、え、
ですね。うん、じゃあ若ちゃんの帯がついている第4巻を書店でお探しください、はい、ぜひお探しください。お願いします。はい、そして私の方からも一つお知らせをさせてください、はいはい、5月の25日に、カンナのぶとしリタ・タミヤス智恵のスリーマンフルマンド熱唱ライブを開催いたします。イベントの名前はスリーバーストと言います。場所は原宿のアストロホール、うん、あのアーティスト3人とも全員フルバンドでいろいろ歌いますし、リタさんは今回 あのリトルバスターズのオープンエンドとか、うん、リトバス関係の曲も歌ってくださるそうなので、うん、ぜひぜひ皆さんに見に来ていただけたらなと思います、はい、その、チケットの先行がもう終わってるんですけど、一般発売が4月の20日から始まります、はい、E プラスにて始まりますので、詳しいことはタミヤスロック .net タミヤスロック .net の方を見に来てください、はい、よろしくお願いいたします。わーいわーい。大丈夫ですか告知は。はい、はい、満足です。はい、思いっきりです。はい、はい、そんなわけでお相手は夏目恭介役の緑川光と、夏目凛役のタミヤスタモエと、ナーミクダレフカ役の若林直美でした。さようなら。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブリエコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。